オーシャンビュー。イエーイ。オーシャンビューです。皆さん、あのワウワウライブっていうアプリで無料で応援できるので、チーム K にエナジー投げてください。エナジー、エナジー、エナジーって曲なかったっけ。なんかある、なんだっけ、あれないっけ、なんかある、絶対歌う。エナジー心の時が不気味不気味やったわ。それエナジーじゃないよ。びっくりした。なんだっけ、なんかある。自由の女神。あ、自由の女神いる、あそこに、あそこにいる。あ、見えへんな、この辺におる自由の女神。あ、これの限定世界アイテムって有料でしょ。だって波動に有料システムはないです、うん、波動全部無料、無料だよ。こんにちは、こんにちは。外、あ、すごい、あ、やばい、5時になった。あ、やばいやばい、これ音大丈夫、バンバン来ない。大丈夫でしょ、いける。すごい、え、なんかめっちゃすごい、加工めっちゃある。めっちゃ綺麗。それな、外で配信とかしたことない。綺麗でしょう。波動どうやって見るのだって。なんだっけ、ワオライブ、ワオライブってアプリ、 WOW ライブっていうアプリがあるから、多分ツイッターとかインスタのストーリーとかにみんな載っけてるし、私も載っけてるので、そっから飛んでもらえるとありがたいな。うん、でも座ります。さあさあさあ、今日どうかな、マジで微妙ね、わかんないよね。今日ちょっと勝てるか微妙いんですよ、ね、てか今日なるさんいると思って、めっちゃなるさんなるさん言ってたのに、なるさんいなかった。なるさんおるって言ったからさ、なるさんをなるさんなるさんって配信で言ってたらさ、あれ今日おらんやなって思って、なるさんいなかった。私も知らなかった、なるさんいると思った。なるさん、今日はチーム系誰出るのだって。ここのマナカラン、ズッキー、マナランズキー、マナラン、マナズキ、マナズキラン、マナズキラン、マナズキランです。なのでこの配信は何かっていうと、まあ、この後チーム K、 あの応援してっていう問いかけ、問いかけ、違う、あのお知らせ、お知らせ、配信お願いとかじゃなくてね。あ、そう、それお願い。ズッキーさんはあっちでいる。でも今日はちゃんとシールド貼っていこうねっていう回だから。そうですね、そう、この間なんかシールド、シールド使わんくてちょっと言われてたんで、そう、失礼しました失礼しましたね、本当にね。そう、応援してね、配信です。まあとりあえず最初はね、頑張りたいよね、初戦勝ちたいよね、とりあえず。そう、初戦勝ちたいから。そうね、そう、だから端末5台で応援、やばえぐ、最高。それ2個、あの2、3に分けて応援してほしいね、2人と3人、2つと3、もう分かんない。なっちゃん何にエナジー投げる。それはね、波動のあれで言うとは思うけど、裏もとりあえずシールドを貼ろうかなとは思ってる、うん、大丈夫、うん、聞いてない他のメンバー大丈夫、見てないよね、大丈夫、大丈夫そうだけど、どうしたらいいんだろうね、なんかわかんないね、結論わかんない、どうするのが正解なのか。 K 応援するためにアプリ入れた、嬉しい、ありがとう。ロラン、ロラン、うん、チーム K 頑張って勝ちたいですね。前回は総合優勝チーム K できたんですけど、個人はなんか優勝できなかったんで、個人優勝したい、個人優勝。今回はさすがに海外じゃない。今見に来てくださってる皆さんは、うん、ワオライブで応援してください。何にしたらいいんだろう、私全部あげてほしい、もう全部フルにしてほしい。それはそう、いや、それそれはそうなんやけどそれはそうだよ、それはそうなんだ。でもとりあえずあれだよね、私たちの作戦は、うん、会場に来てくださってる皆さんは、うん、最初のボール集めで大きいボール、なんか大きいボールが新しく追加されたんだよね。そう、もともと5個だったのが、うん、もう1個プラスで、しかも3個分の大きいボールが1つ追加になったから、うん、最初の集めるので、もう大きいボールを全員から回収するっていう。なんか今までスーパーボール5つだったじゃないですか。でもその5つプラス1つで、だから会場に来る方は大きいボールを一番最初に入れてください。で、
あとね反省点ね、私たちの、うん、あの推しメンにボールあげたい勢が少なからずいらっしゃるから、うん、ちゃんと全員で毎回 K のエリアには行くことにしました。うん、そうだから行く、そうだから推しメンにあげてくださいボールを、話。そう、大きいスガボールが前はなかったです。今回から導入されたマホピョン、ね、マホピョン強いよな。ね、マホ強いらしい。 DD 席も来てって来てる。分かった。あ、どうしたらオーディション受かりますか。だって17期で、17期で落ちちゃったんですけどって。あ、そうなの。でもやっぱ印象残るの大事じゃない。確かに難しいよね、それ。何が良くて良かったか分からんから。私も分からん。私でもずっと髪の毛長かった時は分かんなくて、うん、髪の毛ベリーショートになった瞬間受かったから、うん、分かんない。マジで分かんない。でも書類って本当に運なんじゃないって思っちゃうけど。運なのかなって思っちゃうけどね。いやでも書類で目止まらない。どんだけさ、その子自体が良くてもそもそも見てもらわれへんから、書類は絶対に通らない。確かに。あかん。ショールームしてるよ。ショールームしてるよ。ショールームしてるよ。やめてね。怖いよ。やめて、バンされる。やめて。私のルーム一生歌ってるから。バンされたことない。最強。最強。ランちゃんはチーム K 志望だから投票したよって言ってる人いるわ。え、すごっ。すごいね。ありがとう。ねえ、おもろい。マホピョンさ、ドラさんのやつエントリーシート3枚出したの。あ、3枚出したかもしれない。あ、でも2個出したで。嘘。え、あの送るやつメールだったんですよ。うん、だから3回送りました、メール違う写真でねえ、おもろすぎる。メール届かない設定にしてて、なんか前のやつで、うん、なんか届いてなかったのかなって思って、うん、一応3個出したんで。ねえ、おもろすぎる。確かに。じゃあみんなも3個ぐらいやっといたら1つぐらい目に留まるかも。ね、そうだってさ、一人で見てるわけじゃないやん、絶対。確かに、いろんな人が見てると思うからね。そう、だって選ばれたか分かんない。確かに、確かに。だから、書類はね。ね、何回も応募とかありなんて言われてるけど、大丈夫。でも受かってるんだもんね、実際それで。だから、そういうもんなんやって。でもさ、なんかさ、同じ写真で何回も送り直すならまだ分かるけどさ、何枚も違う写真で送り直したら、前半すぎない。でも、それで結局受かったのにさ、受かったのに勝ちやろ。確かに、確かに。それはそう。だからそういう世界なの、知らんけど、知らんけどね。なんかとりあえず自分の素を全開に出しとけば受かるんじゃないって思っちゃう。受かる人は出しすぎは厳禁やで。いや、そのなんか変なことしちゃってる子はさ、 あれかもしれないけど、普通になんか私とかだってなんか学校の体育祭楽しかったですみたいなこと書いてたから、だからなんか全然なんかとりあえず自分のその誰が見るかとか。マジでそう、マジでそう、マジでそう。そう、違う人が見たら受かってたこととかも絶対あると思うから、一概には言われんけど。オーディションか、懐かしいな。ラム中1の時一生オーディション受けの自己 PR 迷う。だって自己 PR とか何書いたか覚えてないもん。私なんて書いてある。でも割となんかありきたりなこと。私多分側転できますとかしか書いてない。それはそれが怖い。何？え？そうだから。今日はとりあえずまあ波動。まあなんか初期の頃早口言葉、あ、やってたかも。なんか早口言葉だったら誰でもできるかなと思ってやってたかも。うまきのおごめ、なでまご。いやー、おい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 。あ、言ってる、あそこで言ってる。遠い。あれは坊主が屏風に。あ、坊主が屏風に上手に屏風の絵を置いた。マオピョン、マオピョン。坊主、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 デカデカ。言えてるのか分からん、あれ。ちょっとずるい。ちょっと言えてない、これ。なあ、無視。そう、だから。うん、ユイリーさん、近くにいないな。遠くにいる。昨日の僕の太陽光に初めてなっちゃ見ました。本当ですか？可愛かったですか？バレーボールやってますとか書いたかも。生マホピョンと実家行ってみて。生マホピョン、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 いや言えない。生マホピョン、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 生マ、むず。むずい。生カレーでは言える。生クルルン、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 
やってみてください。あ、みんな外にいます今。生ラン10回。生ラン、まだ寒くないかな。生ラン、生ラン、マナラン。マナラン、マナラン出てきちゃった。全部マナになる。うわっ、めっちゃでかい虫だった。ちょっと待って、びっくりした。8レベル、ちょ、マジマジでかかった。こんなん、ここ、しかもここだよ。びっくりした、びっくりした、マジで。ちょっと本当に嫌、怖いんだけど、無理。びっくりした、びっくりした。もうカブトムシ、え、マジでもカブトムシみたいなサイズだった。もう、あ、だる、だる、もうだる、なんやねんあいつ、くっそ、マジだるいわ、怖い。もうなんだよ、もう。え、今映してんの。ねえ、やめてよ。やめてよ。めっちゃ怖いって。もうやだ。本当に嫌だ。とりあえず今日は波動なのでね、頑張りましょう皆さんということで。そう、18時からです。まあでも夜、手に虫が。とりあえず夜、まあ、夜までになんか、まあ、18時じゃなくても別に大丈夫かな。多分19時。みんな少しして。本当だ。超綺麗。え、やば。なえもうちょっとこっち来て。やばい。え、もう見せる。ここピース出してよ。え、もうない。イエーイ。うちが。え、うちが。すごい、やばい、エモエモ、イエーイ。めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗なのはランちゃんの方で見てほしいよね。最高、すごい、あ、ハート、イエーイ。え、めっちゃいいやん。え、すごい。みんなスクショしてツイッターに送って。あはは。あ、え、めっちゃ面白い。あとりあえず頑張りましょうっていう。とりあえず頑張ります。今のは私のに反応したそうですね。うん、あ、本当に、うん、でもたまたまあったのかと思って。さっきの魚の方でこんぐらいの詰まってるでしょ。この肉にしとけばよかった。やっぱ2人来た。ちょっと配信してます。今配信して、はい、配信してます。終わるか。配信終わります。じゃ終わります。ランキング発表して、なんか色来ない？濃い？
じゃあ色素薄めにしてるでしょこれ。何もしてないんだよね。めっちゃ綺麗。今の顔言ったけど全部これに映ってるからね。はい、13位ひろめ、32位秋月、31位ケロちゃん、10位てつさん、9位ムービングさん、8位もううるさい、8位りょうさん、新潟口です。15分しかやってなかった。神セブンいきます。第7位るちゃん、第6位ピングさん、5位フォーコさん、4位マスターさん、ありがた口です。トップ3いきます。第3位ババちゃん、ありがた口です。第2位ジュンさん、ありがた口です。そして口真中でも1357分の1を獲得したのはバーンクマさんです。ありがた口です。1224人分の1位を獲得したのはバーンクマさんです。YouTube に録画もう今絶対やばいかも。もう静止画止めてほしい。もうきついって、本当にきつい。じゃあラッキーラちゃんやります。出た出た、それまなかちゃん未だにやってみようって。はい、どうぞ。俺一緒にしよう。はい、69位マックフライさん、ありがた口です。じゃあラッキーマナカちゃんやります。マナカちゃんなっちゃった。47位アサヒさんです、ありがとうございます。じゃあこの後波動ファイド頑張ります。マジで疲れた。バイバイ。クルミ映る最後に、あ、切っちゃった。切っちゃった。もうやめて、ほんとに。何も影響されてないの。映したくないんかみたいなスピードで配信来ちゃった。聞いて、今日まなかちゃんにね、いっぱい罵倒されました。してない。怖いけど、いっぱい罵倒されました。一回もしてないよ。いっぱい悪口言われました。確かに、いつ、どこで言ってた、言ってた、言ってた。なんか、え、白すぎねとか。え、白すぎねとか。じゃあ、クルミのファンデーションか。なんか、変じゃねとか。え、眉毛なくねとか。言い方やろ。そんな言い方めっちゃ言われました。じゃあ、マジでクルミの顔真っ白だったんだよ、さっき。え、でも今いけてるよ。なんで。ね、白くね、眉毛なくねっていっぱい言われました。またやばい、マジで。これそのまま真似。はい、ということで、じゃあ波動頑張るので、皆さん、みんな B を応援してね。皆さん応援してください。 B しか勝たん。だよね。あ、 B しか負けん。なになに、 B しか負けん。なに、 B やめて、ほんと負けて。 B しか負ける。 B2 か4しか取ったことないから。 B 負けるしか。なやめて、K のイメージ悪なの。もうやめて、本当に。はい、ということで、じゃあ皆さん、あの、個人的に好きなメンバーを応援してください。はい、はい、バイバイ。